五郎じゃーん。これは昭和の人気時代劇子連れ狼の掛け合いシーン。ダウンタウンのガキの使いあらへんでの人気コントだったことから、そちらを思い出す人も多いかもしれない。このドラマで大五郎役を務めた西川和孝は天才子役として人気を博し、お茶の間の人気者となった。今日の芝居もいい感じだったよ。ありがとうございます。西川くんが出てくれたらどんなドラマもヒット間違いなしだよ。実際彼はその後も稲妻 F や刑事くんなど数々のドラマ作品に出演し、ヒットを飛ばした。あれ、子連れ狼に出てた大五郎くんじゃない？ほんとだ、かわいい。将来きっとかっこいい男の子になるよ。次の出演作も楽しみにしてるね。しかし準主役であった大五郎ほどの大役には恵まれなかった。そして時は経ち、高校卒業後は引退して渡米します。君なら本格的な俳優としても活躍できると思うんだけどな。普通の人生というのも歩いてみたいんです。アメリカに行っちゃうの？寂しい。ちやほやされる生活は捨てがたいが、いつでも返り咲ける自信はある。今はやりたいことをしよう。こうして西川は渡米、現地では英語とマリンスポーツの勉強に精を出した。はい。帰国後は沖縄でマリンスポーツインストラクターとなり、サラリーマンとして生活する。大丈夫ですか？これはこれで楽しいが、もっと大きなことをしたいな。その後拠点を新潟県白根市に移した西川はスイミングスクールの営業権を買い取る。また結婚し3人の子供を設けた。パパ、この子たちのために頑張ろうね。俺は天才と呼ばれた男だぞ、任せとけって。しかしスイミングスクールの経営は芳しくなく、西川の人生に暗雲が立ち込める。そう、この俺が赤字経営なんてなんかの間違いだ。最近荒れてるのね。昔はみんな俺にヘコヘコしてたのに、どうなってんだ畜生。大五郎だったってこと、今でも忘れてる人はいないわよ。大五郎、今でも忘れられてない。そうか。1995年、西川は新潟県白根市の市議会議員選に出馬。当時27歳の若手で見事に当選した。あれ、子連れ狼に出てた大五郎だってよ。すげえ、大五郎議員の誕生だ。あー、懐かしいなこの感覚。華々しいデビューは飾ったものの、政治家としては素人同然。世間の目は冷ややかになっていく。あの、当時テレビで見てました。握手してください。ええ、あなたならハグでも結構ですよ。腐ってもタイだったので不人気ではなかったが、女性問題が発覚し信用は失墜。事業の失敗やギャンブルによる借金問題も露見し、たった一期で退任することになった。あなた、うるせえ、俺は天才だっつってんだろ、今に見てろ。スイミングスクールを売却しても負債が残った西川は、海外でラーメン店を開いたり雀荘を経営したりと試行錯誤したが。西川さん、今月は利子だけでも入れてもらえますよ。彼の借金問題が解決することはなかった。社長、今月の上がりもこんだけですか？そう、借金さえなけりゃ俺は再スタートできるはずなんだ。おい、ちょっとついてこい。ん？ふう。深夜2時ごろ、西川は麻雀店の融資に関わっていた金融業者の事務所を訪ねた。外で待ってろ。ガー！よし、入っていいぞ。見ての通りだ、これでこいつに返す借金はねえ。それに、ほれ、いくらあるんですか？550万ってとこだな。他の借金もこれで返せる。よし、こいつ埋めに行くから車出せ。ひどい殴りようですね。ん？これは凶器かもしれん、鑑識に回せ。警察はあっという間に西川と部下にたどり着いた。
やったのは社長です。僕は埋めるのを手伝っただけで。事件から2日後の12月2日、部下は死体遺棄容疑で逮捕、西川は指名手配犯となったが、捕まってたまるか。西川は香港に高飛びし、その後タイへ逃亡した。俺を探してるんじゃなかったか。無計画すぎる海外逃亡、西川に気の休まる日はなかった。そして貴様、1999年12月22日、高飛びから1ヶ月もしないうちに御用となった。身柄は日本に引き渡され、新潟県上越南署に移送された。焦るな。俺はまだ33歳。初犯だし、一人しかやってないから、数十年で出られるはずだ。被告を無期懲役とする。そんな！犯行の動機が自己中心的であることや、犯行の悪質さが決め手になったという。あれから約20年、西川は今でも塀の中にいる。よう、お前あの大五郎なんだってな。俺大ファンだったんだぜ。やめてくれよ、昔のことだ。バカ、お前じゃねえよ、尾上一党が好きだったんだよ。そうだよな。何が天才子役だ。聞いて呆れるぜ。明日の話題は見つかりましたか？まだ見つかってないという人は他の動画も見に行った方がいいですね。自分でこさえた借金なのに金貸しを殺すっていうのは究極の逆恨みで草も生えませんね。最後まで見てくれたあなたが大好きです。ナレーションは舞でした。それでは。